きだとか誓ってるとか流行りの服とか期末試験とか毎日毎日忙しいのは女の子だから仕方ないじゃん。面倒くさかりやってちょっと人に任される隠し事だってあって普通に喧嘩もして悩める少女は勝負なの笑いかせて尽きて尽きたらなくてカーツをついた噛みつきのリップも覚えたてメイクだって裁判一日中秋のこと考えています症状だってしちゃいます曖昧時間に負けない可愛い子なら
好きだとか付き合ってるとか流行りの服とか期末試験とか毎日毎日忙しいのは女の子だから仕方ないじゃん。面倒くさがり屋ってちょっと人に任される隠し事だってあって普通に喧嘩もして